はい、今回はですね、はい、まあかつてね日本プロレス界で大暴れしたスタンハンセン、はい、ご存知ですか？はい、知ってます。スタンハンセンご存知ですか？フィーですよね。フィーってやる人でしたっけ？フィーでした。何やフィーってそのイメージしかない。フィーではございません。ウィーね。ウィーね。ウィーね。まあ、このスタンハンセンのね、はい、あのインタビュー記事がございましたので、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。はい。はい、まあね、このスタンハンセン、まあ、アントニオ猪木、ジャイアント馬場らね、まあ、このビッグメンバーですね、レジェンドたちと、まあ、ライバル関係でありね、まあ、盟友であり、まあ、思い出、そして必殺技の誕生秘話などをね、インタビューで語ってました。その辺ご紹介させていただきたいと思います。はい。はい、まずね、インタビューの方がね、まあ、あなたの代名詞と言える先ほどの Wii ではございません。Wii について教えてくださいと。スタンハンセンが、実はあれは Wii とは言っていないんだ。ね、私は英語で Youth。Y-O-U-T-H。Youth っていうかな。Youth っていう言葉かな。と叫んでいた。新聞声。ジャイアントババやザ・ファンクスなど上の世代、年齢的には少ししか、違わないけど、プロレスの世界では自分より上のランクにいる選手に対して、俺はお前らより若いんだという気持ちを表現した。若いっていう意味合いを、込めてたってことなんですね。それが日本人には Wii と聞こえたらしい。まあ、今となってはもう Wii でええよって。ハンセンは言うと。まあ、おたけびと共にね、突き上げる指はテキサスロングホームといってね、まあ、この牛の形をかどっていると。まあ、カウボーイならみんな知ってるサインだよと。まあ、ハンセンはね、テンガロウハットですか、そうですね、かぶってね、知ってましたんで、まあ、そういった意味ですね。はい。キラキラのなんか来たりするんですね。インタビューの方がね、あなたの必殺技ウエスタンラリアートはその後多くの選手が模範して、まあ、真似してね、プロレスの世界で最もポピュラーな技になりました。漫画プロレススーパースター列伝という漫画ありましたね。この中ではジャンボ鶴田が力道山の空手チョップを例にアドバイスしたとされていますが、実際にはどうやって思いついたのですかと。漫画ではそうなってました。そしたら、私はアメリカンフットボールの選手だったんだが、その当時はクローズラインという相手の首に腕を引っ掛けて止める技術をよく使っていたと、ハンセンがね、危険すぎて今では反則になっている技だが、これをプロレスに応用しようと考えたと。ラリアートとは牛の首にかける投げ縄のこと。瞬間的にギュッと首を絞める技だからそう命名したと。すべてその、まあ、テキサス的なギミックの部分をこう表現しているということですね。まあ、新日本プロレスでトップレスラーとして活躍していたあなたが、1981年12月13日、全日本プロレス世界最強タッグ決定リーグ戦最終戦で、ザ・ファンクスと戦うブルーザー・ブロディ&ジミー・スヌーカー組のセコンドとして登場した時の衝撃は今でも忘れられません。ライバル団体間での移籍を決意した経緯を教えてくださいと。これは単純にビジネスとしての決断だったと。私の初来日は全日本プロレスだったが、その後、新日本プロレスにおけるアントニオ猪木との戦いによって、まあ、日本でスターになったのは間違いないと。だから猪木と新日本には感謝している。悪い感じは一切ない。ただ当時の日本では新日本と全日本による熾烈なレスリング王が行われていたんだ。レスリングの争いね。まあ、その大手の全日と新日本でね。全日本から新日本に引き抜かれた外国人選手たちの柄が高額であることは知っていた。全日本から新日本に行った外国人のギャラは高かった。もちろん私にも工場券が提示されたが、彼らの金額を下回るものだった。まあ、そんな時、全日本プロレスから声がかかった。条件面だけでなく、まだ戦ったことのない馬場、若手時代の同期であるジャンボ鶴田、同じく当時からの先輩ザ・ファンクス、そして盟友ブルザ・ブロディと私にとって魅力的な選手が揃っていたことも大きかったという形でですね。まあ、新日本から全日本に移籍したんですね。ハンセン。はい。まあね。先日、猪木さんがね、アントニオ猪木さんが残念ながらね、先頃、猪木さんが亡くなりましたねということに関しては、まあ、新日本から離れた後、飛行機の中で猪木と偶然会ったことがあったのを思い出したと、ハンセンがね、あの時も彼は移籍のことはビジネスだから気にしないでよと、まあ、新日本から全日本に行ったという部分でね、移籍のことは気にしてないよと、私にチャンスをくれた猪木には今でも感謝している。亡くなったという知らせを聞いた時は、何かとても大きなものを失ってしまったような気持ちだったと。いうふうにね、語ってますし、まあ、移籍してから約20年間、全日本プロレスでは数々の死闘がありましたが、ライバルたちとのエピソードを振り返ってくださいということに関しては、ジャイアント馬場はすでに世界のトップレスラーだったから、彼に挑むというのが私のテーマだったと、ハンセンがね。あんな大きな選手とは戦ったことがないし、なかったし、彼のチョップは強烈だった。彼の死闘はとても硬いんだよと。そしてテクニシャンでもあった。
ね、試合をするたびに新しい技を繰り出されて驚いた記憶があると、リングでは何度となく戦ったが実はプライベートの親交はほとんどなかったと、うん、ただお互い深い信頼で結ばれていて握手をしただけで契約書を交わすこともなく20年間何のトラブルもなかったというような関係やったとね。まあこういう関係はプロレスの世界ではまるだと思う。要するに契約書を交わしてないと、うん、もう口頭でね、馬場さんと身体関係で、継続参戦してたっていうね、こともあったりですね。まあスター参戦っていうのはね、まあどうやろう、一番日本のプロレスの中で外国人レスラーいっぱいいますけれども、どうでしょう、スター参戦っていうのは。僕ら世代では知らない人はいないんじゃないかなと思う、ね、うん、そうですね、まあ、80年代、そしてもう皆さん、ね、ネットプロレスが90年代でもね、うん、以前にも語らせてもらいました、三沢さんとかね、うん、川さんとか小橋さんとかという、まあ、この四天王プロレスの、まあ序盤の方ではやっぱハンセルの方がね、戦ったりしてましたんでね、うん、この辺との絡みが非常に私は印象に残ってますけれども、うん、どうでしょう、お二人、スターハンセン。うん、僕はね、小さい頃はプロレスでそんなに見えへんかったんですけどね、はい、まあ、ハンセンは知ってたし、ハンセンのラリアットも知ってたし、うんうん、まあ、一番有名な外国人レスラーといってもいいんじゃないかなというぐらいの、うんうん、知らない人がいない感じでしたね。うん、どうだ、ね、やっぱ小学校の頃とかよラリアットしてましたね、うん、友達とか。してますし、フィーって言いながら、フィー、ハギフィーって言うの、もうフィーしか聞こえない、フィーしか聞こえない。なるほどね。あ、このウィーっていう解釈もね、幼少期であればいろんな解釈がございます。お前さんはフィーやったということですね。そうです。まあ、そんなスターハンセンね、はい、のことまして、ね、この動画見ていただける方で、なんかハンセンに対してのコメントとかね、何かございましたらね、はい、どちらかお待ちしております。はい、ではまた次回、ありがとうございました。